あっぱれやってまーす。さあ始まりました、あっぱれやってます。木曜日担当、城島茂です。次長課長、河本です。井上です。川北麻衣子です。藤間真子です。さあこの番組では毎週月曜日から木曜日までアイドル、芸人、ミュージシャンなどさまざまなジャンルのメンバーが90分間あっぱれな番組をお届けします。お願いします。はい、こんばんは。お願いします。いやー寒なったなと思いながらスタジオ入ったわけですよ今日、うん、はあ、まあ皆さんも入ってますけども、そうですね、ふっとさ始めようかなとこう音楽になった瞬間にあれなんかいつもと違うこのスタジオ、何気づかないですか、え目つぶって、うん、このスタジオだけですよ、リスナーの皆さんもちょっとわからないと思うんですけど、はい、目つぶって深呼吸してください。揚げ物の香りめっちゃ揚げ物の香りが、ええ匂いしますわ。ええ匂いするんですよ。揚げたてやね。揚げたての香りがなんか。やっぱ揚げ物ってこんないい匂いするんですね。ごめんなさいね、なんか。いや、いいですよ、別に全然。お腹すいたもんね。ごめんなさいね。この時間ね。この時間お腹すいよね。もうね。ポテト好きよね。ポテト大好き。もう太りそうなもの全部大好きです。太らんけどね。揚げ物美味しいもんね。揚げ物大好きです。朝から仕事して大変やから。細いのにね。指がポテトぐらいの太さやもんね。確かに。似てる。似てないです。適当なこと言わないでもらっていいですか。似てないわ、別に。あ、まやちゃん持ち込みの揚げ物が、はい。ごめんなさい。前に。すいませんね。アップルパイもあるもんね。はい。あ、アップルパイも、だからちょっと甘い匂いもするんですよね、はい、すいません、なんかね、ごめんなさい。いやいや、それにご飯ですよつけて、あ、ま、懐かしいご飯ですよ。え、何懐かしいって、過去のもんにすな。おい、いやずっとなんかそんなコーナーありましたもんね。あったけど私家で食べてますよ、まだ。欲しいよね、ディップとして。ああ、いいね、また欲しくなっちゃった。これ玄関に置いてるわ。おかしい。ありあり。私納豆、納豆で食べてますよ。誰かがなんかおすすめしてましたよね。納豆で食べたら美味しいって。ね、うん、本当に美味しかった。洗面台と玄関に置いて。あ、僕事件起こった時車の上のところでポーンと。ああ、あれで出動するんですね。みんな使い方がおかしいです。いや、もちろんね、ご飯ですよもうまいんですけどね。あの桃屋のね、メンマもうまいんですよ。メンマね。私ザーサイだね。ごめん、ザーサイね。ザーサイ超美味しくない？あー、最強。ザーサイ超美味しい。ね、うん。いやー、あれ、小島子ちゃんどうしたの？あ、そうなんだと思って。ちょっと疲れてるやん、今日ちょっと。全然です。ちょっと。生きてます。もう寝そうな感じするで。いや、全然。ライブ元気です。え？ライブが近いんじゃない？ライブ近くないです。あ、でもレッスンしてます、ずっと。あー、新曲の。新しい公演があるんで、今度。レッスンって何時間ぐらいあんの？でも日によりなんかみんなが空いてる時間に集まるんで、うん、朝やって別の仕事してまた夜集まってとかはありますね。あ、朝って何時ぐらい？朝でもそんなにいいですよ。9時からとか8時からとか。早いな。早いね。学校行けないよね。行けないですね。やばいんですよ、卒業できないかもしれない。いや、ほんまやん。頑張ります。2年から3年上がれたんやからね。はい、でも奇跡、あの先生と仲良しだから。いやいやいや、いやそれ言っちゃダメでしょ。それはやろ、感情で上がれるもんじゃないからね。なんかちゃんとあのあれはあるんですよ、意欲関心態度は100点です。あ、なるほど。ちゃんと笑顔で挨拶するし、うん、寝ないし、うん、行けばちゃんと勉強するし、うん、テストも全部埋めるし、うんうん、意欲はあると。意欲関心態度はめっちゃいいから多分大丈夫。小島この学校は意欲関心態度っていうのが卒業が決まるできるのかな。卒業するという意欲があればもう、ね、卒業できる。いや、でもまあ大事なことやけどね。いい学校、まあまあね、やる気が大事ですもんね。途中で辞める子いるからね、意欲なくして。あ、そういう子よりは全然マジで意欲しかない。本当意欲しかないよね。ひどい言い方。意欲しかない。力強く言うことじゃないですよ。最後の勉強、受験はある、あの、あれはあるんだっけ、テストは。まだまだありますよ。あるんだっけ、それ、はい、それを受からんと卒業せえへんみたいな質問なの。あ、それは大丈夫だと思う。多分記録じゃないですか、うん、え
え、わかんない。え、どういうこと？測量士みたいなこと。記録じゃない。最後の最後のここまでやりましたよって。いや、記録用のテストなんてないから。最後のテストみたいな。でも小島ちゃん、実力テストじゃないんだから。小島ちゃん言われてるよ。そうですよね。とかっていろいろ言われてるよ今日。でも今日はあれですよ、うんうん、ありますからね。何が？頂上決戦が。おお、2人の。そうですよ、ついに甲子園 VS 小島子。絶対負けない。もうだって事前にやってないですもん、あのテストいつもの。そうですよ、我々が2問ずつ考えるっていうのは。そうですよ。あ、え、考えてくださったんですか？いや、だって言ってたじゃん、出題2問ずつ、うん、あ、言ってた言ってた、うん、でもなんかあのひいきしちゃダメですよ本当に。いや、それはないです。本当に間を取った質問ね。多分どんな問題がだ、うん、皆さん出されるのか分かんないですけど、ひいきはしないけど、まあ秋元さん取るかオスカの社長取るかっていう、うん、そういう戦いでもあるから、うん、裏はそこの頂上決戦でもあるから。それはオスカ取ってください。社長と秋元さんのどっち取るか。じゃあ私たち関係ないですね。関係ある。関係ない。聞いてるから上の人も。そらそう聞いてますよ、ね、今日。聞いてるんですか？え、聞いてるかな。全オスカーのタレントさんモデルさん聞いてるよ。やっぱそう思われたくないじゃん、イメージが。ねえねえ、私ね、あのね、トップ3分かりました。先週の、先々週だっけ、うん、はい、芸能界のトップ3。お笑いの、うん、トップ3ね。志村けんさん。え、でと、とえ、あれ3人で、ね、志村けんさん、たけしさん、うん、さんまさんがビッグ3だと。え、そう、なるほどね、うん、あれ、え、合ってます？小島子なんて言ってたっけ。あ、いやいや、私はその時に、うん、所ジョージさんって言ってた。ああ、でも間違えて髪の、それがもう気づいたよね。所ジョージさんって書いてたね。所ジョージさんから志村さんだった。あれは本当のミス、あれは本当のミス。小島子は合ってた。私合ってましたよね。そうそう、合ってたね。だからどう、違う、ま、違います。違うって、ルー、違うって。志村けんさんじゃないの？違うって言ってる。違うって言ってる。え、あて、え、誰？いや、なんか、マコちゃん合ってんの？本当にマコちゃん合ってる。それはまた、紙に書いたんですよ。私今日、あ、今日じゃなくて、うん、最近テレビ見て、思ったの？あ、違う、ご一緒させていただいた時、あっと思って。感じたんやね。そう、あっって思ったんだけど、あれ？これ、違うかった。勝てそうやね。はい。なんかな、そういう雰囲気が。いけます。出てるな、もう、うん。出てないですって。英語問題出してください。いやいや、英語コンビニとかコンビニ系出してください。めっちゃヒントしてるやん。今日決まりますね。今日で決まりますよ。今日。はい。ね。これでもう本当に負けた方はもう絶対向こう側にずっといるべきですよね。うん、よし。小島子勝ったら別に向こう行く必要ないですよね。うん、だって別にそんな。もしかなんかちょっと買い出しやったら買ってきてもらうっていう。はい、代わりコウズさんが座るという。うん、感覚ですからね。コウズさんの曲紹介とか聞きたい。いいよ、うん、やだね、もう誰もわかんないから。そのネタ、そっか、みんなコウズさん知らない。知らないよ。コウズさん仕切ってますよ。コウズさん仕切る曲紹介、そこね。さあ楽しみですね、はい、最後まで聞いてください。それでは今日の1曲目参りましょう。東京のナンバーで東京ドライブ。城島茂です。 1179MBS ラジオからあっぱれやってます。やってるで。あっぱれゲストのコーナー。さあ、このコーナーはいろんなジャンルのあっぱれなゲストが登場しまして、うん、あっぱれな投稿を繰り広げるコーナーでございます。なるほど、はい、今回のゲストはこちらの方、自己紹介どうぞ。はじめまして、ミミメメミミボーカルの高由紀です。よろしくお願いします。お願いいたします。すごいんだけど。由紀ちゃんですか？はい、由紀です。高由紀です。高由紀ちゃん。今最初なんかミミメメミミ。ミミ。ミミってあのなんかジェスチャー付きでラジオですけどやってくださいましたけど。はい、右から左へね流して。ちょっとやりたくなっちゃうねこれ。ミミメメミミ。ミミ。なぜこういうね、はい、ですかね。ありがとうございます。はい、あの二人組のユニットなんですけど、うん、あの私がミミ担当で、あのシンガーソングライターでボーカルと作詞作曲をして、はい、相方のイラストレーターのチャモイが名担当としてこう絵を描いて、視覚と聴覚のユニットなんですね。そうなんです。はあ、なるほど。二人組で
チャモイさんっていう方がイラストレーターの、はい、方なんですね。はい、チャモイさんはどあえ西アフリカの方の人なんか方じゃないですか。チャモイさん。そうですね。ハワイとか。あの生まれはまあ、サマーです。イメージがサマーになってる。チャモイさんのイメージ。チャモロじゃない、ね。チャモロじゃないですよね。あのおそらくの東京出身。東京在住のチャモイさん。チャモイ。そうなんです。どういう、ね、何がチャモイになったの？エジえ、はい、でもはい。なんかポケモンが、はいはいはい、某ポケモンっていつも言っちゃったんですけど、うん、あすごい好きなキャラクターがあって、うんうん、その好きなキャラクターの鳴き声がこうチャモーイみたいな鳴き声、ね、あそれから撮ってそれから撮ったみたいなんですけど、ほんで最近耳から入ってるやん、イラストレーターなのに、これなんでまだ2人が組むことになったんですか？あのもともと同級生の友達 で、うん、でこうなんか一緒になんかやりたいねって言って、私も曲を書いてて、うん、相方も絵を描いてたので、うんはい、一緒にこう組もうと何かできないかと、はい、2人組なんですね、うん、えで彼女の絵は何に使うんですか？はあの CD のジャケットだったり、うん、あのミュージックビデオだったりで目で楽しむ方で、うん、あで最近リリース されたということでね、はい、ちょっと皆さんに耳の、はい、あのうん、チャモイの絵を見たいな、 CD となんですけど、ちょっと揚げ物じゃないんですけど、うん、揚げ物揚げ物じゃないけど、さっきの揚げ物ね、あのこちらちょっと耳めめの新曲がてんてこまいって曲なんですけど、てんてこうまい棒っていうものを用意して、ぜひよければすごい、すごい、まあ、すごいですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、上手に作れてんな、うまい棒、うまい棒これ、え本当のうまい棒だよ、でも本当あのパッケージがメーカーさんのとこから出してますね、どうやって作ったの、工程教えてよって、手作り、でもなんかパッと見すごいコラボ感満載なんですけど、味普通にコンポタージュなんですはい、てんてこまいだから、こどういうことね、何が40分あげるんで、説明だけ、あだからあれよ、耳目耳だから、はい、コーンどういうこと、やめたれや泣くですいません、あの特にあの特別な理由はないんですけども、うん、まあ、あのてんてこまい、てんてこまうっていう歌詞がありまして、はい、強引にてんてこまマウマウマウマイ棒、あーなるほどなるほど、はい、へえ、全然なるほどじゃないんですけどまあまあまあでもマイユーとかあるからさ、はい、このテントコマイ棒のイラスト、閉じ込めてるんだね、イラストをチャモイさん、なるほど、で CD ジャケットもチャモイさんが描いてるってことですか、そうまい棒が普通に中に入ってるんですねそうなんです、もうバレちゃいました、そういう感じいやでもチャモイさんの絵すごいよ、かわいいよ、ね、チャモイの絵が、あそっか、これが相方さんの絵ってことなんですか、うん、そうなんです、すごい、これライブやってるじゃないですか、はい、いろいろと今まで、うん、チャモイいろんなとこで9月とかも札幌とか京都とか、はい、まあ、これからもありますけど、これライブではどういう展開するんですか、チャモイさんは、あのライブでは、うん、あの彼女基本あの、まあ、後ろでこう映像を流したりとか、あのこうセット作ったりとかで、セット作る、あの彼女の絵を元にこう世界観を作るステージとか、技術さんかびっくりしたやったりするんですけど、まあ、ライブ当日は結構もう顔もバレてないので、普通にお客さんの席に混じって、ステージはいないんですか、そうなんですよ、はあ、すごいそれ完全裏方に回ってるってこと、じゃあもう、はあ、まあ、でも言ってみればそういう感じですね、ステージ上に現れないチャモイ、現れないんですよ、でも知ってる人はバレるんじゃない、本当にバレてないんだ、チャモイを知らないんだ誰も、そうですね、顔を知らないんだ、はい、今後顔出しとかしない、しない予定、彼女はうん、はい、ちょっとぐらい私もちょっとステージ上がってみたいわとかって、いやもう断じていつも拒否です、なんでなんですか、不思議、なんかもうでも絵めっちゃ絵を出したいって感じで、そうなんです、あまり表でバーッとするようなタイプの子じゃないんだ、そうですね、もうすごい変わってますね、なんかね、なんかいつもこう引きこもって5日間外に出たらちょっと具合悪くなっちゃう、あ、チャモイなんや5日で具合悪くなるか、もう絶対風邪ひきますね、どういうタイプなんですか、第一印象どんな感じだったの、第一印象、そうですね、あの本当チャモイっていうだけあっても擬音語とかがすごく多くて、基本的に、うん、なんかふわなんか会った瞬間今日のこの服ふわふわとか言い出したり、擬音が多い、ちょっと私そうですね、
結構謎説明しにくいですか？仲悪いの？悪くないです。仲悪い。今すごい思いました。まさかビジネスだけですか？違うわ。仲いいんですよ。超仲良しです。金だけ。違う。え？チャモイ金だけちゃいます。唯一のね親友無二の親友。金折半なんだけ？ねえ親友です。いつも絵を好きで描いてる。その女ならチャモイのイメージとしてどういう感じなの？そのチャモイちゃんは見て。どういうイメージしたらいい僕ら。あ、そうですね。結構女の子なんですけど、うん、結構背が高くて170センチ。そんな高いの？あ、そうなんや。でもそれ言ったらバレちゃうじゃん。ああ。ゆきちゃん。あと150センチぐらいの。デカちゃんもね。デカちゃんもなんだね。ライブ行ったら。バレるね。バレるよ。ちなみに、高ゆきさん。はい。ボーカルの高ゆきさん、シンガーソングライターのゆきさんは何センチですか？158ですね。158の、うん、はい、すいません、普通なんですけど3サイズとか書いてないんですけど、まあ、いや、今回やめてくださいよ。いつもね、そうですよね、資料資料には書いてますからね。趣味が何とか皆さん書いてないですよね。書いてますか？書いてる。大体書いてて、いや本当だね、プロフィール謎だね。だから謎が多いんですよ。謎にしてる。耳が謎にしてるんですか？あ、いや全然、趣味は山登りとかお弁当作り山登り、お弁当作るのが趣味なのね。山どこの登るんですか？山、今年は、うん、北岳ってとこに行ってきて。あら、ごめんなさい、ちょっと勉強不足。北岳どちらですか？日本で2番目に高い山なんですけど。2番目？そうなんです。富士山の。なのに聞いたことない。北岳。絶景です。山小屋にこう泊まって、うん、一泊こう登りに行くのがすごい好きで。あ、そう。それはチャモイも行くね。でチャモイ誘うんですけども、もう風邪ひいちゃう、うん、あ、そうか、チャモイ5日ぶりだよ。もうチャモイ高いとこ分かんない、寒いから。途中で脱落しちゃうんで。そうやね、チャモイすぐ下山するね。チャモイは寒がりですか？寒がりですね。ニット帽とか好きですか？あ、好きです。だんだん姿がこう明かされて。違います。あれマネージャーです。あ、行くとこちゃんもいいかなと思って。確かに。いや、ブースの向こうに、ね、ニット帽かぶった女性がいるからちゃんもいいじゃない。ちゃんもいいじゃない。違うんですか？マネージャー。マネージャーさんですか？そう、マネージャーさんなんです。そっか、だからスポーツとかもあんまりそういう外でのアウトドア系が嫌いなんで、ちゃんもいいは。そうですね。家の中で。いろいろすんの、ちゃまい。そうですね。イメージな、イメージが分からないから、ちょっと可愛らしいタイプなの、お顔は。ちゃまい着てないからな。そうですね。ちょっとショートカットな、こう、ふわりした感じ。そうなんだ。ちょっと一個いいですか？どうぞ。僕、逆でね、東京のリーダーですって出て、ラジオに。うん、今日、長瀬くんもいないんですかって、長瀬のことばっか聞かれた、腹立ちますよ。ああ、なるほど。今、その状態。今、うん。だからでもその状態、それをやりだしたのリーダーだから危ないですよ。チャモイをいじりすぎだね。え、でもなんか嬉しい、いつも相方いないので、こう触れられないことが多いので。あ、そうなんや。こんなに触れていただいたら、ユニットの彼女は喜んでます。営業してユニットの割には自分ばっかじゃないですか。そうなんですよ。でもその分もらってるからいいじゃないですか。そういうこと言わない。仲良しです。ビジネスパートナーちゃんちゃんちゃんさっきから。今回のこのてんてこまいの歌は、どういうようなコンセプトですか、歌の感じは。そうですね、今回結構こう元気な、ハイテンションな曲になってるんですけど、まあ、私曲書いてるんですけど、なんかこうちょっと和をテイストにした歌を作ってみたいなと思って、今回こういうてんてこまいっていう元気なアッパーな曲を書きました。和なんですね。はい、それでチャモイはその歌を聴いて、CD のジャケットとかは 和服の服を着たりとか。ありがとうございます。そうなんです。してるんやね、コラボちゃんとね。うん、これ、小島くちゃんどう？今作詞作曲ゆかって書いて、これはゆきちゃんの。あ、そうなんです。私作詞作曲の名義をゆかにしていて、中学生からずっと作り、なんで変えんの？作ってるって書いてますね。でももう私この頭の2行からもう、バイバイさよならなんてもっと一緒にいたいの同意語、刺してよねっていうのがもう女の子の、あ、確かにあれだなって思います。共感できる部分だなって思います。どう、第一印象。私お会いしたことあるんですよ。そうなんです。ラジオ、別のラジオでご一緒させて。あ、そうなんや。何しらぶりしてんの？ね、本当だよ。それ最初に言いなさい。最初に久しぶり言うたれ。いやいや、そうなんですよね。1年ぐらい前ですね。別のこと。どこら辺で気付いた？気付いた5分ぐらいして。いや違いますよ。お会いした話しますね。失礼。でもまこちゃんのそのこのちょっと可愛い意味のおバカキャラがすごい健在していて。
ね、天然のね、なんかこうちょっと面白いんですよ、歌詞とかが。面白い、文字で書いてるんじゃなくて記号で書いてたりするんですよ。読み方はわからないんですけど。あ、好き足す嫌いイコール大好き。ね、下の方にね、横上下横みたいな、うん、そう、あ、そう、矢印の4文字になってるんです。うん、あ、矢印って読むの。コマンド入力だね。あ、そうですね、はい、コマンド入力です。点点点、濃密な人生です。これ点点点は表記で、あの、歌わない感じ。点点点はもう歌わないところですね。SOS、うん、イコールチャンス、うん、それも、もう完全にイコールをスルーして SOS チャンスって歌ってます。なるほど、ピンチがチャンスなんだね。はい、どっちから作るんですか、曲か詞か。曲、あ、でも結構ピアノでいつも作るんですけど。あ、ピアノですか。結構ピアノから作って、ちょっと打ち込んで、うん、その後に歌詞をこう載せたりすることが。自分で打ち込むんですか。はい、何使ってるんですか。あの、キューベースとアレージバンドっていうのを使っていて。全然用使わないですわ。私もでもまだまだ。作詞はどうですか、これ実体験とか。何ですか、うん、ですか、よく聞かれると思いますけど。そうですね、結構あの実体験をもとに書くことが多いんですけど、今回はちょっと、何でしょう、なんか去年じゃないです、6月に、あのファンの方とちょっとこう触れ合う機会とか多くて、なんかそういう時にこう聞いた話とかを元に今回ちょっと書いてみました。なるほど、すごい。これマフマフは誰。あ、マフマフさんはあの音楽クリエイターの。ちょっと待って、ごめんなさい、どこにいるんですか。もう一人出てくるの。そう、実はこのてんてこまいのカップリングに相対性レプリカっていう曲も収録されてるんですけど。本当だ、マフマフさん。そう、そちらをあのコラボさせていただいて。これはコラボ曲なんだ。そうなんです、マフマフさんと。そうなんです。名前がちょっとね、いろいろ魔行です。マフマフとチョロユキユカチョロマイなんか言ってない。お前あの忘れんなれんよ。チョロミーじゃなくて何でしたっけ。チャモイ。チャモイでもいろいろ頭がごっちゃごちゃない。いや、ちょっといろいろね、なんかいっぱい出されてますから。事務所どこなんですか。まあ、あの A スケッチっていうとこで、はい、どういう方がいらっしゃるんですか。あの大先輩だとフランプールさんとワンオクロックさんとか、結構バンドの方が。音楽系の事務所なんですか。そうですね、もう完全に音楽の。フランプール、そっか、今をときめく。でワンオクってアミューズじゃないんだ。あ、そう、アミューズの中の音楽レーベルなんですよ。あ、なるほどね、なるほどね、なるほどね。あ、じゃあ福山さん、アミューズって言ったら福山さん。サザン、あ、そうですね、サザンオールスター、はい、いますよね、福山さん。はい、そっかそっか、はあ、そういう結構なとこですね。なんやな。どんなアーティストになっていきたいんですか。そうですね、あの、まあ、結構あのアニソンをこう歌わせてもらったり多いんですけど、うんうん、そうですね、これちょっとなんかこう結構イラストとこう歌でっていう感じでこう作っているんですけど、うん、なんかそういうのを、まあ、あまりアニソン業界であのこうみんなやっぱアニメーションありきで、もともとのアニメの絵ありきで音楽がつくんですけど、 ね、そこの壁をちょっとあの、あ、破るわけじゃないですけど、自分たちのイラストと音楽でこう融合したものを、で逆にそれがアニメになっていったりとか。ああ、いいですね、チャモイのアニメで歌う歌うってのでも最高じゃん。最高じゃん。最高ですね。まあそれにちょっとマフマフ入ってくる可能性あるけど。マフマフはもう忘れてごっちゃになっちゃうから。水森アドさんの分かんなくなっちゃう。そうだよね。だからマフマフは売り上げの半分。いやね、マフマフ違いますって。ビジネスパートナーじゃない。マフマフは違います。チャリンチャリンも出てくるんじゃない。それ誰誰知らないし。金も落としてるやん。ちょっと聞きたいですね。ね、聞きたい。リリースしたばっかりですからね、最近。そうなんです。てんてこまい、てんてこまい、どっちなのね。私はあのてんてこまいって言ってます。出身どちらですか。私出身関西で神戸の方なんですよ。神戸なんですか。私はって言ったから。うん。最初に言ったらもっと食いつけようと思って、めっちゃ風関西、関西。ああ、そうなんだ。全然出なかった、全然出なかった。てんてこまい。てんてこまい。そうなんです。知ってた小島ちゃん。知りませんでした。初対面。なんで初対面じゃないです。お久しぶりです。さっきも話しました。こんなチャモイも関西か。チャモイは東京なんですよ。そうなんですよ。じゃあちょっとなんか、はい、あのリスナーの方に PR なんかお知らせとかありましたら。そうです、あの
あの実は地元の神戸で、うん、あの2016年の3月3日をこう耳の日って言ってるんですけど、はい、あの初めて地元の神戸でワンマンライブが、うん、ワンマンでもすごい2人ででしょ。あのまあ、手本は相変わらずきっとどこからか、あのそちら視聴覚アカデミーっていう、うん、あの自主企画イベントをやることが決まったので、もしよければ神戸の方、あと大阪も見てください。2月に、そうですね、大阪で2月16日にアニマックスミュージックスっていうもののイベントに出させていただきます、はい、ほうほうほう、そこら辺もチェックしてほしい、はい、ぜひね遊びに来てくださいというわけでございまして、はい、本日のゲストはミミメメミミさんでございました。じゃあ曲紹介の方よろしくお願いいたします。はい、ミミメメミミのニューシングルとなります。恋だったり、学校だったりに毎日一生懸命な女の子の歌を書きました。それでは聴いてください。ミミメメミミでてんてこまい。事情が上高本です。 1179MBS ラジオからあっぱれやってます。ヤルモク賢い女頂上決戦。さあこのコーナーは以前からクイズコーナーで強烈な回答を出し続けてきた小島真子と最近同じくらいアホちゃうかという疑惑が生まれている川北舞子が同じクイズに挑戦しまして、やるもく一賢い女を決めようというコーナーでございます。そしてこの頂上決戦で負けた方は今後のクイズダービーの回答者になっていただきます。はい、よろしいでしょうか。はい、お二人どうですか、調子の方は。絶好調でございます。あら、うん、甲子園絶好調。はい、レッドポイントは同じく負けだけ絶好調で。どうですか相手、ん、相手の甲子園見てどうですか感じ。勝てそうですか。めっちゃ睨まれてるんですけど。睨んでない。隣でずっと睨んでる、うん、圧はかまされてますよね、うん、圧なんで嘘つくの。ひどいまこちゃん、ね、そうです。川北さんどうですか横の。いやもう絶対勝ちます。余裕、うん、だって今後も続くってことですよ。そうですよ、本当にそう、本当に勝たないと。でくれぐれも言っておきますけど、今隣同士にいますが、はい、絶対に見ないでください。それだけはやめましょう。いやいや、もう見てもしょうがないじゃないですか。ひどい。全然ね、まあまあ、うん、その答えにならないんで絶対見ません。いやまあ互角ですからね。そう言っても、でもなんか嫌ですねこの感じ。3人向こうで出る、すごい本当になんか事務所のなんか、うん、オーディションみたいな感じ、すごい怖いんですけど。思い出す、オーディションのあれ思い出す、はい、あ思い出、オーディションこんな感じだったの。こんな感じだった。めっちゃ怖かったです。え、面接、最終面接みたいな。パッと右の子ってちょっとほっぺたぽっちゃりしてますね。でも本当にそういう話してるんですよ。絶対前髪上げてくださいみたいな。そうな、まあ、可能性あるでしょうね。大人になったらいいと思うんですけどね。私左の子も完成してますよね。もうしてますね、完成してるとね、こっちがいじりづらいんです。そうですね、もう いじられてるかもしれません。そうなんですよ、ね、いじってないです。すいません、聞こえてます。ダダ漏れでございます。ありがとうございました。また明日。違う終わらせないで。結果後ほど、はい、絶対落ちる。お伝えしますね。結果後ほど。そして問題の方なんですが、問題ですけど、いつもはあのスタッフの方が考えた問題を発表するんですが、今回は、リーダーと事情課長の2人が1人2問ずつ用意して出題しようではないかというようなことで、まあ一般常識問題、そしてまあ科目にまあね、いろいろあの得意不得意ありますから、そこもちゃんと加味しながら、あの全部算数で来てくださいっていうね、まあ算数が強いと、数学ではなく算数が非常に強いと。そしてレッドポイント、まこちゃんは小島理科です。理科が、うん、こういうのもちょっと考慮していただいてですね。まあ僕はちょっとサービス問題に徹してあげようかなと。あ、なるほどな、はい、中立の立場で、リーダーちはサービス問題誰ということで、ええ、これ分からないと、逆にじゃあ分からないと、あ2人は絶対分かります。分かります。はい、逆にあのポイントを取らせてあげようかなって問題を、これでじゃあ万が一間違えた場合は、このポイントを取らせてあげたい問題で、だって僕の問題聞くと、あこれ間違えられないって。あ、なるほど。逆に焦りますよ。ってことは間違えたらもうかなり焦る。もう、いや、やばいんじゃないですか。やだやだやだ、そういうのやだ、うん、なるほどね。コンセプトがあるんですね。歩くとき
右手出たら左足はどっちみたいな、それぐらいの。それぐらいのレベルなんですか。はい。いや、ちょっとバカにしすぎやしませんか、だから。言っても、二人はだ、なかなかできない。生きていたら答えられる問題ですね。答えられる。なるほど。楽しみです。どうぞ。わかりました。どうしましょうか。これ順番、誰から出題いたしますか。私はもう本当に至って普通の一般常識といいますか、っていう問題でございます。ちょっと僕はあの、お二人の問題を知らないので、はい、それに合わせていこうかなと思ってたんですよ。僕はちょっと3問考えたんですけど、はい、この常識問題と、一つは、我々メンバーは絶対答えれるっていう。あ、それからいきます。これからいきます？はい。僕はあの、漢字の問題とかそういう本になっちゃってるので。なので、まず。わかりやすい。わかりこ、まずこちらがわかりやすい。サービスの話。リーダーからいきますね。どっちからいった方がいいですこういう感じか、こっちか。でも、開幕これじゃないですか、ね。開幕これじゃないですよ、ね。はい。サービス問題。はい。今の予想でいきますか。僕らが勝つと予想ですか、はい、予想でいきますと、小島、レッドポイント、マコ、そして川北、甲子園、マユコ。これはどちらが勝利すると思われですか。この問題ですか。いえ、あの、そう、全体で。全体で。はい。もう、それ時点で間違えもう間違えてますけど、僕は五分だと思いますね。あ、6もあるのでね。いや、ちょっとかけてくださいよ。どっちかに。僕は正直、イーブンだと思います、ね。はいはい。だから、2人が被ってるんですよ。3人のうち2人が言い方だけで被ってるんです。一つ上の。じゃあ、あなたはどう思ってる、あなたはどう思ってるんですか。私は引き分けだと思って。いや、一緒なんですよ。もう、言い方が違うんだけど。でも面白いです。そっち3人うまいですね。それ面白いです。さすがですね。で、リーダー、トノスのモノマネするのやめてください。かぶってるっていうの。それ言わんかったら分からん。雑誌の裏のやつ真似する。言わんかったら分からんの。はい、ねえ、だからもういいから言ってください。はい、どっちかにお願いします。レッドポイントか。自信ありますよ、私。最近ちょっと小島子ちゃんが成績いいんで。そうなんですよ。追い風は、はい、小島子ちゃんかなって感じするんですけど。リーダーは小島子。どうなんやろうなっていう。ちょっと読めないですけど、勢いで言えば小島くちゃんですね、まあ。問題によりますよね、本当にね。あの、甲子園は絶対問題によるので。ただ、僕の第一問目は絶対二人とも分かります。なるほど。井上さんいかがでしょうか。そうですね。まあ、小島くん勝つでしょう、そら。ああ。多分。でも、悔しい。なんだろ、みんなも。ただ、甲子園に少しは食い下がってもらいたいですね。いや、私結構ニューヨークでいい高校行ってましたからね。頂上決戦ですから、やっぱり。確かにね。いい加減に。私はなんかその、そういう科目の方の問題でいくと、今の現役のレッドポイントを勝つんですけど、一般常識を入れてしまうと、やっぱかわ、まあ、これは勝ってほしいという願いですよ。そうですね、僕もそうですね。社会人として、やっぱり甲子園が、私は有利じゃない。自分で言うのもなんですけど、いいところんこですよ。私。はい、だからむしろ、だから間違えてほしくないのよ。だから絶対に勝ちます。勝てるね。もっと信じてほしい。いいところの子という、自分で言う人って大概ダメですよね。違う。いいところの子。確かに年上ということで甲子園にはちょっと勝っていただきたいと思いますが、はい、さあ、それでは早速、まずはリーダーの問題、はい、一般常識の問題からいきましょう。はいはいはい、サービス問題です。サービス問題、こちら。MBS ラジオあっぱれやってますの木曜日担当、川北麻由子さん、小島真子さんにへの質問です。びっくりした。質問です。何にも知らない。質問なら答えなくてもいいんですけど。ドキドキした。お二人への出題です。はい、MBS は何の略。 MBS は何の略。さあ、お答えください。これはもう、まあ、お書きくださいです、ね。これはサービス問題ですよ。はい、正直。はい。というか、ラジオ今やってるわけですから。わけですから、現地枠で木曜日を。はい。これ間違えたら、はあ、月火水のどっかに、ゲリラ、ゲストゲリラ、僕なら。うん。行ってもらうということです、ね。行ってもらう。それぐらいな、いや、それぐらい、間違えてはもらったら困るという。いやもう全部のところに行かなきゃいけないぐらい、ね、行かなきゃいけないぐらい行ってすいませんでしたというそのご挨拶を朝から晩までジャック、うん、MBS ジャック、うん、もうそれぐらいなちょっとサービス問題です、はい、MBS は何の略。あ、いいですね、2人とも思いのままにペンでスラスラということでね。それハリガネロックの大江さんがやってたコラムのタイトルの名前、うわ、誰も覚えてない。それ分かりましたかね、リスナーの皆さん、何件かね、ご意見いただければと思います。なので、
さあ、二人が書き終わりました。はい、改めまして、リーダーの方から問題のおさらいどうぞ。はい。はい、MBS は何の略？さあ、それでは一人ずついきますか。これどうしましょう。一斉に出しましょうか。どっちがいいですか？一斉に出しますか。一斉に出しましょうか。一斉に出しましょうか。一斉に出しましょう。それでは行きましょう。お二人一斉に答えをどうぞ。まゆちゃんが、はい、甲子園。毎日ブロードキャスティングシステム。ほう。そして、小島子は。みんなのバッチリサタデー。くー。え？なんで？もう一回言って。みんなのバッチリサタデー。それはまた違うラジオのタイトルですよ。そうですね。しかもサタデーってすずり違うし。なんで土曜日なんだ。なんで、え、僕ら何曜日担当？木曜日です。あれ。それサタデーって呼ぶの？SATY。サティ、サティデー。サティデー。え、わかんないですもん。サティデー。知らないです。サティデーはダメです。それはまた次ね。ポイントつきそうやけどね、その日。二つ出ました。サティの日です、それは。リーダー、どうでしょうか？これは、小島子。の答えは、はい、まずは、みんなのバッチリサタデーは、ブー。残念。そして、私正解でしょ？甲子園まゆ子の答えは、毎日ブロードキャスティングシステム。正解！やったー！わー！よくわかったね。知ってる知ってる。常識？だって、ここの回入ってきた時にさ、うん、書いてあるよ。緑のランプです。そう。うん。へえ、読んだことないですね。下向いてるんじゃないですもん。いや、これはちょっと。甲子園はね、やっぱりね、うん、英語にはやっぱっ強いんですよ。あれ？あ、出た。スズメや。あれ？スズメや。殺せない、我慢。え？どうしたどうしたどうした。いや。違うね。リーダーが、チュッチュ、肩にチュッチュしてるだけ。あ、危な。ちっちゃもう分かったってもう何ですかこれ。いやしかし見事正解です。さすが社会人。あこれちょっとよっしゃー嬉しい。スタジオ入るとこに書いてあるんだよ。なんてなどういう意味ですか。そのそれは毎日それは自分で調べるしかない、ね、ちなみにその日本語ではなんていうのここ。 MBS ラジオ日本語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 。え、MBS ですか、うん、私はこれだと思ったけど。日本語やって。なんてみんなのバッチリサタデイ。違う、みんなのバッチリサティデイになってるんですよ。それは。そう、木曜日担当やねん、僕ら。ねえ。まあ。ポイントつけな。いや、ちょっとサービス問題やってんけどな。でも英語ですよ。まあね、今の英語問題として取っちゃったから、ね。いや、今のは英語問題じゃないって。英語問題ではない。あの、エレベーターを降りたら。見てみます、帰りに、うん、まあね、帰りにちゃんと勉強しましょう。そうそうそう、うん、さあ、じゃあ続いていきましょう。じゃあ私からいきます。どうぞ。私の出題いきます。2問目こちら、飛行機の速度はキロメートル、うん、ね、飛行機の速度はキロメートル、ゴルフの飛距離はヤード、うん、船の速度は何ですか。お書きください。いい問題ですね、うん、いいですかねこれ。分かる、うん、知らないってすごい優しいと思う。ヤードゴルフだって2つも答え言ってるな。あ、まあ、答え言っちゃってますからね、うん、飛行機や車などはキロメートルで言いますね、うん、分かった。おお、すごい。さあお書きください、はい、どうぞね。え、まあ、おそらく2人ともがね、このシンキングタイムの音もちょっと欲しいですね。あ、てんてこまい流しますか。いや大丈夫です。早いです。早いんですよ。焦らせます、テントマイ。テントマイ、テントマイ。狙いますか。もう頭が。完璧なんですけど。ごとになりそうですね。はい、完璧ですか。はい。ほら、素晴らしい。甲子園よろしいですか。はい、大丈夫です。かけました。はい。さあ、それではじゃあ問題のおさらいいきます。飛行機はキロメートル、ゴルフの飛距離はヤード。はい。じゃあ船の速度は何ですか。答えを一斉にどうぞ。オープン。キロメートル。マイル。私が、あの、問題もう一度。バカなんですか、私は。問題。ごめんなさい、問題もう一度読んであげて。飛行機はキロメートル。ゴルフはヤード。船は何ですかっていう答えに、私がキロメートルともう一度か、やりますか。だって井上さんが二つの答え出してるって言ったから二択だと思ったんです。ああ、そういうことね。ね。ああ、選択肢は僕は。この中に答えがあるなっていうヒントかと思って。なるほど。キロメートル。いや、まだわかんないですからね。そうですよ。これは残念。二人とも。そして甲子園が何ですか。マイル。マイル。マイルというような答えも惜しい。海底2万マイル。
なんかそういうのありましたね。乗り物ですか、アトラクションでありますよね。アトラクションであんの、はい、映画でありますよね、はい、ディズニーにありますよ、はい、いや、そうなんや。メートルをアメリカの方で言うとマイルっていうことになるわけですよね。あ、そうなんだ。それはね、いや、メートルはメートルです。マイル、いや、マイル、キロですか。いや、なんか全然違う、うん、センチと、うん、ミリみたいな感じ、うん、違う。だから残念、表示方向、はい、もう喋るな、はい、残念でございます。知られたのに、聞かれたから答えたのに。160センチとかよね。まあ次行きましょう。正解はノットでございました、はい、知らない。正解を言ってあげるんですね。あ、そうですね、言っちゃいました。まあまあいいでしょう、まあ、これはね、まあ、多分もう忘れてるでしょう。忘れてるでしょう、ね、今もう忘れてるでしょ。ノットノット。さあ、それでは井上さん問題参りましょう。なかなかちょっと答えてくださいよ。、はい、バチバチに。僕のはじゃ あのもっと簡単にします。もう簡単なやついきましょう。僕の言うことが聞こえてたら正解します。あ、もうこれはもう簡単ですね。じゃあいいですか。はい、ま、じゃあ問題。はい、あなた方はかけっこをしています。4位の人を抜いてゴールしました。さて、あなたは何位ですか。さあ、お書きください、どうぞ。お、いい問題ですね。いいですね、いい問題ですね。あれですね、真心ブラザーズのドカーンでございます。お聞きください。はい、違いますよ。ドカーンと、いや、ならないです。今日のホームランとかないですか。スティックが長いなとか。いきます。ドラム、さあ、終了。はい、そこまでです。はい、さあ問題のおさらいいきましょう。はい、あなた方はかけっこをしています。うん、4位の人を抜いてゴールしました。果たしてあなたは何位ですか。さあ2人とも答えを一斉に出してください、どうぞ。3位。小島子が小島3位、はい、甲子園は4位。なるほどですね。はい、うん、答えが出てしまいました、はい、じゃあ井上さん、まず小島君いきましょう。正解なのか、どうなのか。当然ですよね、4位の人を抜いたんですから。3位ですよね、うん、違います。なんで、残念残念。ねえ、そんなバカじゃないって。4位の人抜いたら4位でしょ。なんでですか。もういい加減にしてくださいよ。さあ、じゃあ川北甲子園マイクの答えは正解なのかどうなのか。不本意ながら正解。なんで4位の人を抜いたら4位だよ。よく聞いてください。だから僕が言ったことを。4位の人を抜いたんですよ。4位でしょ。あ、入れ替わったんですか。4位になったんですね。晴れてね。ですからって言われて。あ、そっか、自分が4位になるんですね。4位の人抜いたらね。本当は5位だったんだ。ん、それは分かんないけど、まあ、5位か6位か分かんない、うん、分かんない。あ、そっか。だからいつも1位ばっか取ってからそうなんだよ。うーわ、落ちるでお前ら。お前ら落ちるで。オーディション何の誰急にぶち切れ。坂上忍さんの劇団員ですか、うん、これ見てたけど。怖い怖い。なんだよって急に、うん、ヘラヘラしてますけど。ほんでその後あまりの転換の面白さに荒いですね、うん、今日は。変わったと思ったんですけど。演出家が荒れてます、うん。気付けろよ、答えも。気付けろよ。演出家荒れとるから。気付けろ。よっしゃ、どうですか。あ、CM 行きましょうか。CM 行きましょうか。これはもう盛り上がりましたので。コマーシャルです。一回コマーシャル行きましょう。次長課長井上です。1179MBS ラジオからあっぱれやってまーす。さあ途中経過でございますが、はい、現在3問終わりまして、はい、甲子園が2ポイント、そしてレッドポイントまこちゃんは0ポイントということになっております。ちょっと調子悪いですね、まこちゃん。そうですね、どうしたんでしょうね。ダメですね。でもまだ逆転のチャンス全然ないですのでね、あと3問残ってる、あと3問残ってますので、はい。そっか、じゃあここはリーダーですかね。やっぱりもうあのサービス問題で、はい、さっき MBS っつってね、あのちょっと英語寄りでもあったんで、はい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 、ちょっとまこちゃんに分かりやすい、こっち行きましょう、学生向けかもしれんかな。ずるくないっすね。 MBS なんて英語よりじゃないから毎日ですよ、1個目。いやいや、でも前ちゃんも一応分かる、本当ですか、知ってる話で、これは平等かなって、はいはい、これは平等に行きましょうよ。はい、はい、じゃあ問題行きましょう。アメリカ生まれで札幌で教師もしていた博士で、クラーク博士、うん、聞いたことあると思うんですけども、うん、そのクラーク博士が残した有名な言葉で、少年よほにゃららといった言葉があります、うん、その少年よほにゃらら、その続く言葉を書いてください。
はい、お願いします。それではお書きください。アメリカでね、うん、まあこれは全員知ってますけど、はい、あの銅像も立ってますよね。立ってますね、もう有名です。クラブ博士の残した有名な言葉、はい、少年よ、もうにゃららららら聞き飽きたぐらい聞きましたね、これは。これ英語でもね、はい、なんかこうありますよね。だからそういう意味ではサービス問題かなって。そうですね、2人にとって、うん、ああでもまあ2人もう知ってるっぽいですね、うん、そらそら書いてますね、指さしてね、指さしてこうですね、うん、はい、やってますね。みんなですね。三代目になってる。三代目になってクラーク三代目になってました。三代目。さあかけたでしょ。三代目クラーク。ジェイソウルですか。さあそれではいいメトロノームが終わりました。はい。さあ問題のおさらいいきましょう。クラーク博士の残した有名な言葉、少年よほにゃらら、ほにゃらら、その次に、来る言葉を書いてください。お願いします。答えを一斉にどうぞ。オープン。少年よ。頑張れ。大志を抱け。で、まゆちゃんは？頑張れ。はあ。少年よ、頑張れ。なるほど。まあ後で聞いていきましょう。順番に、はい、まずは小島子から。少年よ、大志を抱け。ほう。ほう。ありげじゃないですか？ありげ。ありげ。あ、漢字でちゃんと書いてますね。ありそう。あれ漢字も合ってます。ありそう。漢字もはい。合ってますよね。え、聞いたことは？ないです。ない。ない。そう。え、ごめんなさい、聞いたことなくてそれが出てきたんですか。自分で考えたの、はい、自分で創作ですか、はい、自分で浮かんだの今、はい、少年よ大志を抱けって思ったの、はい、クラーク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 、平成のクラーク、あんたクラークですか。クラーク名字クラーク、違います、小島だよ。小島子正解。え、あった、え、すごい、本当ですか、素晴らしい。いや創作ですか、あなた神ですよ、もうそうなってきたら。すごい、絶対聞いたことある、聞いたことあるんですかね。クラークレベルですよ。飛べか迷ったんですよ。でもえ、飛べ、少年よ飛べか大将いだけ、上にとか羽ばたけみたいな、あ、うん、飛べっていうこと。はあ、いや、その二択ないでしょ、人生でしょ。飛ぶか、大志を抱けって。大志っていう。大志を抱けも言わんからね、普段。聞いたことあるんだよ。あなた、クラークなんですよ。クラークだ。やったー。いや、神ですよ、今の。クラーク・ケントだ。クラーク・マコって呼んでください。クラーク・マコ。クラーク・マコ。小島クラーク・マコですね、あなたは。はい、いいですよ。まゆちゃんは頑張れ。あれ、あれ聞いたことない？ボーイズ・ビー。ボーイズ・ビー。英語。ボーイズビーなんとかって。大使を抱け。ボーイズビー。大使って何？大使っていうかね、多分ちょっと違いますね。違うんだけど、うん。ボーイズビーなんちゃって言うでしょ。あ、逆にクラーク博士は知らんねや。知らないのかもしれないですね。誰がですか？マヤちゃんは。アメリカの人は。そんなことないですか？そんなことないですか？ニューヨークね。いや、知らない博士知ってる。歴史に出てない？クラークさんってオランダの方でしたっけ？どこの方でしたっけ？なんかアメリカ。アメリカですか？生まれ、じゃあ分かってる。何をした人？札幌で教師もしていたっていう。で、あ、でもそうか。そうか。向こう側の歴史に載ってないですよ。っていうことですね。っていうことでしょ？向こうじゃ無名なんだ。だからこれはずるいじゃん。うん、ボーイズビーって聞いても分からない。知らない。あー、なるほど。そっか。ボーイズビー何？まあ、それ知らない。まあ、自分で答えてください。いや、ここで、やっぱりサービス問題でした、やっぱ。来ました。レッドポイントが1ポイント獲得で2対1です。ずるい。いやいや、でもね、英語でもあんのよ。聞いたことない。うん、そっか。いや、これはちょっと。ああ、なるほどね。これで2対1でございます。2対1というか、もう5問目ですよね。ここが運命の分かれ道となるかもしれません。ね、じゃあ、私ですね。私、漢字の問題を出したいと思います。頑張ります。問題、こちら。小学校の時に覚えやすい覚え方っていうのを考えて、で、それで覚えてたんですけども、覚えやすい覚え方を言いますので、その漢字が何なのかっていうのを予想して書いていただければと思います。土口、そいち口。これで何という漢字ができるでしょうか？お考えください。どうぞ！いい問題ですね。土口、そいち口？はぁ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 。あー、なるほど。はい、私はこうやって、ね、ちょっと待ってください、時間がかかる。覚えた記憶がございます。土口そいち口、土口そいち口ってよう、お前言うてたもんな、子供の頃。それしか言えなかったね、最初の頃。最初だから俺友達になるのやめようと思ったもんね。そればっか言うからね。相方の名前も耳ハム心で覚えたんですか。あ、そうなんですよ、はい、全部そうやって覚えるんですよ。それには長けてたんですよ、ね。あ、なるほど、耳みたいな。でそんな問題出てこなかったんですよ、ね、え、もう一回言って。土口そいち口ですね。土口そいち口。言ってみ、自分で。土口そいち口。うん。って言いながら書いてみな。土口
ソイチクチです、うん、さあ残りが5秒、ね、4、3、2、1、はい、そこまで。あ、ちょうど書けましたか。ちょうどですね、書けました。さあそれでは参りましょうか。問題のおさらい言います、はい、土口ソイチクチで連想される漢字をお書きください。一斉にどうぞ。はい、気持ちの悪い。まあ、何気持ちの悪い。何これ、あのなんか、いやこれは間違えて、これ普通に田んぼの田、トンコみたいな字じゃん。わかりますわかります。何やろ、何これ、なんて言葉、すいません、どこの言葉、ウーロン茶みたいな、ウーロン茶で出てきますねあれね。うん、で、あっち、これはまず小島子さんの方は、いやまず甲子園ですね、田んぼの田ですから。あら、どうやりましたか。なんでどうやって。いやこれはね、上からあの口口添え口っていうのを書きながら、あなたがもうそれで間違えてます。それ薄口醤油みたいな、そんな名前つけてないでしょ。私それで、あの上から書き直しただけで。ちょっともう一度言ってください、言いながら書いてください。口口添口口口添口だとそうなるんですね。添、はい、はどこですか。もういや分かんないんですけど、なんか口と、私が言ってないんです、それ。もう一度言ってください。口口添口口口添口くちくちそい口、違います。もう言うみたいな。田んぼの田だと思ったんです。うん、土です。あ、そう、あ、そうだ、土あるんだ。土、口。で、口があるじゃん。そう。そうは？そう。書いてみな、そこから。そう。今、土と口は入ったよ、その中に。そう。そうが入ってない。これ、そう入れ。もう、ホームページ見てもらうってね。そういうことです。そう？そう、1、あと、外、1と口を書けばいいんです。それで、完成なんですか。外1と口？うん。そう、一口。小島子の方はすいません、後で鑑識の方に回しますから。ちょっと待ってください。あなたの場合は。あなたちょっと違うことなんです。指さして写真撮ってもらいます。それは。あなたは。指さして写真撮ってもらいますから。ここじゃない、ジオは。でもあるんですよ。横い黒棒のところの前に立ってください。全部あるよ。オレンジの服着てください。そしてあなたも。なんで？オレンジのつなぎ着させます。プリズンブレイクみたいな。すごいな。外一と口書いて見せてください、こっち。違う、それは、これはちょっと違うんだけど。じゃあ、これはない、ちょっと。なんで田口って書いて、新日本編が。田口に新日本編。どう読むんよ。田口って書いて、新日本って。違う、だってこれがそうじゃん。釈迦みたいになってる。なんか。これがそうじゃん。お釈迦、釈迦の蚊だよね。なってる。どう読むこれ。釈迦の蚊を難しく書いたバージョンみたいな。加えるという字に新尿で釈迦の蚊なんですけど、あなた田口に新尿っていうの。わかった。え、あ、書いてみ、書いてみ、これですよ、ほぼ。わかった。土口。そいち口。喜ぶ。え、見せて見せて、幸せ、あ、喜び。さあ答えは、答えは左側のあのトンコみたいな字の方ですよね。だからそうですね、書きましたね。こっちです、こっち、こっちが書けた。なるほどね、すごい謎解き。なるほどね。家でやってるんですか、私は。私が決定しないからですよ。だから遊びまくるんですよ。なんか、言うよ、あれ思うとる。だから、あの二人。いや、だから、もう、はっきり。わかった、見て。いや、あのね、違う。もう、はっきりしてる。いや、もう、横取り見て書いてるやん、もう、ね。もう、いやいや、もう、酒井くんのやめましょう。はっきり。もう、やめましょう、もう。行っても指名するのやめましょう、もう。店変えるか。もう、店変えましょう、これ。わかった。店変えた方がいい。変えた方がいい。二人とも当たった。イェーイ。イェーイ、二人とも正解。喜ぶって分かってから答え移して書いてるからね。ダメですね。喜ぶという字を見て書いてますからね。二人とも残念。なんだよ。でも見てください。一緒ですよ。だって、それだったら、土口、そう、一口。そう、一、あ、土口、そう、あの、日曜日の日というやつを日。じゃあ、喜怒哀楽の喜がその字になるのよ。小島子さんの。怖い。怖いですよ。自分で言うな。自分で言うな。あなたは田口に新尿と書いてるね。喜怒哀楽って読むんですか。なかなかな答えだ、あれ。キャッソって言ったからね、あの、あれしか思い出せない。口そ口って言ってもね、だって、もうそもそも。あの、そう。NHK の番組ですかね、口口そ口って、なんか落語家さんがやりそうですけど。もういいよ、次行ってください。というわけでございまして、5問終わって、
甲子園が2ポイントで小島子が1ポイントということなので最終問題となりますが、私が勝てばドローだ。最終問題は1兆ポイントとさせていただきたいと思います。おかしいってだからもう意味ないじゃん今までの。誰が出すんですか。井上さんが最終問題となりますので、いいのお願いしますね。はいはい、じゃあさっきのような、さっきみたいなやつで出して、さっきのテイストでいきますね。よく聞いてください。難しいです、はい、そういうのずるい。よく聞いてください、はい、問題。もう僕は小島子に向けて言います今から、はい、いいですか。はい。5人でかくれんぼをしています。はい。2人見つけました。あと何人？さあ！わかった！お考えください！どうぞ！これも5秒ですね。5、書いた！ 4、3、2、1。そこまで！さあ、オープン！ 2人、2人、2人。あら、答えがかぶりましたね。答えかぶりましたですね。やろう！いや、もう一回おさらい。おさらい行きましょう。かくれん、5人でかくれんぼをしています、はい、2人見つけました、うん、あと何人ですか。3人、あ、2人というわけで2人ともが2人ということですか。なぜですかね。じゃあ1人は自分が鬼だから。ほう、甲子園は一緒です。同じ答えになりました。なるほどね。さあ井上さん、はい、小島子、はい、甲子園ともに正解なんでしょうか不正解なんでしょうか。どうぞ。これはもう2人とも正解。イエーイ。こういうのは引っかからなくなりましたね。なりましたね。学習する生き物だ。だからいわゆる魚で言うとすれたっていう。なるほど。なるほど。もう一回やりましょう。もう一個、はい。え、私の勝ちでいいってことですよね。もう一回やりましょうというのは引っ掛けですか。いや、引っ掛けですかじゃないです。問題の引っ掛けもクソもない引き分け引き分けなわけないでしょだって。お、もう一回やりますか。いや、引き分けなわけないでしょって言ってんの。2-1で勝っちゃった。なんで。あ、6問、全6問です。終わりました。って最初に言いましたよね。で、2対1で負けてて、さっき正解したから。そしたら何対何になる?2 対1。そのままですか、正解しても。ポイントはそのままのまま、ということでいいですか。正解しても。何億ポイントでしたっけさあ、というわけで、ね、ひどい。最終問題の結果発表します。はい、河北甲子園真由子が1兆飛んで2ポイント。あ、そうだ。そしてレッドポイントまこちゃんが1兆飛んで1ポイントということになりました。勝ったー。というわけで勝者は河北甲子園まゆこ。いやあ、言ったじゃん。まあさすがに勝てるよ。ちょっと最初の MBS は何の略がかなりサービス問題ですよ、ね、いや、それですよ。まあ、まずここで出足、まあね、出足がちょっと悪い。でそれはなかったらですよ。この仮のこっちだったらどうだったんですか、リーダー。いや、あの、オスカーには弱いんです、僕。いや、オスカーサービス問題です。あ、じゃあ、あの、仮のね、僕二つ考えてたんやけど、はい。お願いします、お願いします、ぜひ。こっちの上の方。そうですね。ちょっと、どっちかで悩んだんやけど、はい、ほんまこれ言おうかなと思ったのは、ちょっと答えてほしいんですけど、ウルード氏は何年に一度？さあ、お書きください。いや、これ分かってない顔してますよ。エキシビジョン。ブルード氏は何年に一度？もう負けはね。これにしようか、MBS にしようかって悩んだんですよね。もう負けは決まってるんですか。もう負けは決まってるけど。4!、はい、4! おー。なるほど。そうしてたわけやね。Leap year. え？ Leap year. Leap year. Leap year に生まれた子、友達がいた。なるほど、ブルード氏。だから4人、4人に。4人に1人じゃない。多い。いや、僕の名前を僕も迷ってたんですよ、もう一個言って言って。楽しい。もう勝ったからすごい。もうこれはもう問題じゃないです、もう、はいはい、僕のは、はい、質問に近い。あ、いいです、はいはいはい、エキシビジョンですね。リンゴが一つありました。リンゴが一つ、ちょっと待って。リンゴが一つありました。はい、はい、リンゴが一つです、はい、それをあなたは食べました。はい、うん、どうしてですか。お腹が空いたから、うん、っていうのを聞きたかったんですよ。その答えをおのおので聞きたかったんですよ。あ、どういう感情でとか。で、ね、で僕は実は正解ないやん。違うじゃん、正解とか。実はもう一個悩んだのがあって、はいはい、お二方にも聞きたかったんですよ、はい、全員に、はい、全員に出題します、はいはい、春夏秋冬一年の中で一番長いのはどれだ。春夏、うん、秋、うん、冬、うん、1年
の中で一番長いのはどれだ、うんうん、冬、冬、はい、夏、夏、春です。夏、もう一回聞いてください、よく聞いてください、はい、春、夏、ノイローゼになりそう、秋、冬、一年の中で一番長いのはどれだ。ずるい。一年。一年。一年だ。あ、なるほどなるほど。ああ、いい問題だ。いい問題でしたよね。全員間違えてましたよ。全員レッドポイントだ。全員こっち回しだよ。本当ですよ。全員こっち。これ引っ掛けでしょ。うん、謎謎。私も耳ハム心書いてほしかったんですよ。え、何ですかそれ。耳ハム心、あの土口そいち口にあのと耳ハム心の2つで悩んだんですよ、うん、ああ漢字ですか。耳ハム心、耳ハム心、わあすげえ、すごい。耳ハム心は小島子だったんだやっぱり、はい、僕に想像の想を糸ハム心って覚えてたんですよ。なるほど。私漢字をなんかそういう風に覚える習慣がないから全然、私全然分かんなかった。やりましたよ以前これ。えー、耳ハム心、うん、知らない。総合の層な、うん、いや、いろいろ問題はあったんですが、いやいや、まあ結果はね、もう見事甲子園麻衣子が勝ちましたので、これからもレッドポイント麻衣子ちゃんにはそちらの方に座っていただいて、はい、改めてこう、それがいいと思う、はい、そうですね。まあ卒業も近いしね。そうです、うん、こ、あ、でも高校卒業と同時に終わりますか。何が、え、このコーナーは。いや、それは分かんないですよ。できますか、この中ではまだ学生気分ですから。そうそうそう、うん、ここにいればいつまでも学生でいれるよ。そうよ、私はまだまだ、いや、もう卒業したいでしょ。卒業したいですね。キャピキャピできるよ。いやいや、ここにいたって現実は社会人になっていくねん。そうですよ、ね、もうキャピキャピしたいよ。いや、マジか。はい、通常ボックスには甲子園戻っていただいて、はい、これからは、はい、ね、レッドポイントマーコちゃんがまた別に席変わりましょう、はい、挑戦していただけるということでございました。以上、やるもく賢い女頂上決戦でございました。じゃあここで1曲いきましょう。はい、ここで1曲お聴きください。 AKB48 でハロウィンナイト。ここでお知らせです。あっぱれ俺たちごちゃ祭り長島スパーランドからやってますを、今週の土曜日11月28日のお昼、三重県桑名市の長島スパーランドで開催します。 MBS ラジオの夜の人気番組あっぱれやってます俺たちごちゃ混ぜなどの出演者がスタジオを飛び出します。48グループからは私、小島真子、北原理恵、木崎ゆりやほか長島選抜メンバーが続々と。ということで、今回の AKB48 長島選抜メンバーは、柏木由紀、北原理恵、木崎ゆりや、西野美希、河本さや、岡田奈々、小宮山遥、大和田奈々、谷口恵、加藤玲奈、小島真子、そしてアイドル大好きの良い子ありの深夜さん、アンガールズさん、安田大サーカスクロちゃん、平成のぶしこぶし徳井さんも大集合。テレビなどでは見せないプライベートトークやゲームを行います。このイベントは無料で観覧できます。長島スパーランドの入園券だけで楽しんでいただけます。皆さん来てください。 AKB48 の小島真子です。 1179NBS ラジオからあっぱれやってます。ちょっと問題を6問こうやって、うん、で、はい、なんかあのすごいところに奇跡が起きましたよね。クラーク博士のところで大志だけ、はい、か、オリジナルでしょ。そうです、自分で編み出したオリジナルっていうようなことでさっきは吠えてたんですけど、ね、もう一度確認したんですよ、今さっき、はい、やっぱオリジナルらしいですね。いや、あのね、ちょっとね、偏りすぎました僕自身も、うん、やっぱりなんかこうメンバーなんでね、2人ともちょっとこう、はい、情があるから、サービス問題に行き過ぎちゃって、うん、そうですね、もうちょっと徹すればよかったですね。確かに、ね、まあ、僕ら3人ともそうでしたね。反省反省。すごいよね、オリジナルで出せるってね、あなた。大将いだけクラークですもんね。そうなると考えがもうピンと降りてきたの。はい、でもそう、本当なんか飛ぶ系と迷いました。翼を広げろと少年よ、うん、翼を広げろ、うん、よろろ少年は翼を広げろ。甲子園なんでしょ。素敵。
頑張れ少年よ頑張れ。でもいい言葉じゃない。確かに、うん、それ響くよね、うん、これ英語で言うとどうなんの。例えばわかんない似たような言葉で例えるの。Boy never give up。 ああそういう感じや。諦めるなってこと。諦めな、うん、ファイティングとかじゃない。大志を抱けってどういう意味。そうだから それすらが、うん、その大志を抱くということがわからないもんね、うん、だからそれを英語にはできないってことね。わからないから、ね、旅とかは旅はなんていうの。旅 trip、 うん、系列あれなんていうの。大志を抱け。大志ってどういうこと。トキオさんの歌にもあるで、うん、はい。もうビー言うたらもうそのAmbitious Ambitious Boy be ambitious なんかないそんな言葉。 Boy be ambitious。 Boy be ambitious。 yes, yes, yes. 私トキオさんの曲しかわかんない。でもあその言葉アメリカにはあんま有名じゃないのか。 Boys be ambitious って今言ったのはどういう日本だとどういう意味になる。 Be ambitious なんか、うん、うん、難しい。難しいですよね。だから、ね、難しい。すごい難しい。Be ambitious、うん、なんか。なんだろう。出発みたいなこと？いや、なんか、恐れるな、みたいな。恐れずに、うん、なんか、好奇心。好奇心？わかんない。Ambitious。難しいよね。難しい。だから、それが大将抱けなんだ。それを抱けという意味。まあ、なんかそう。抱くという。そう、なんか日本語訳やね。なるほどね。うん、日本語訳。Ambitious ってどういう意味なんやろうね。あ、ちょっと見て、調べるわ。見てっていうのがどういうことですか。ちょっと見るわ。写真をやってみて。バイリンガル偽物犬の写真でも見せるの。Be ambitious ってどう、ambitious。 もしかして、要でも大使の聞いて覚える学習したんちゃいます。え、ほんな、え、耳の、耳よ、お前。耳メメキャシャン。お耳キャシャンやったっけ。野心的なだって。野心を燃やせだ。確かに ambition は野心だ。yes yes 野心。野心なんや。野心だよ。ちょっとねこれね、あのリーダーと井上さんの問題についてちょっとすごいあの教会の方から審議来まして。そう、ね、どういうことですか。ごっつい偏ってると、うん、むちゃくちゃ偏りすぎてると、まあ、公平じゃないということになりました。これは12、これクリスマスイブにもう一度頂上決戦やりました。私クビですか。あなた問題のことがクビです。リーダーもクビ。じゃあガヤに回りましょうか。はい、ガヤ担当です。頑張れ頑張れって。ちょっとあの問題のドーピングに引っかかりましてあなたたちは追放です。じゃあ応援問題追放です。どっちかの応援チームに回るっていうことです。家族チームに。アタック25でいう後ろのところに。家族にね。どっちか応援席のところに回るということになる。それ何の意味があるんですか。それにそっちの方がね。なので頂上決戦、これは小島子、そしてレッド、あの、うん、小島子と甲子園と耳と。え、おかしいって。もう話が変わってきた。ね、お耳。グループリーグでしょ。なんでよ、もう意味がわかんない。予選するんでしょ。コウさんが決勝に来る可能性もあるよ。コウさん出てきちゃった。うわ、ほんとだ。おかしいです。チャモイ。チャモイ。チャモイやん。チャモイ。コウさん。ねえ。でも確かに身長高くて。あんな可愛い絵描くんですか。ショートカットだよ。ショートカット。え、チャモイ。チャモイ。もう裸でバスタオル巻いてません？じゃあ、もう下半身も。それこそ。チャモイですよね、それ。はぁ。これ頂上決戦やります。クリスマスの。なんでよ、本当に。はい。じゃあ、どっちかのサポーターもあるってことですね。って、私もう、勝ったのに、ずるくない？いや。ずるい。これはちょっと、本当に偏った。これはね。偏ってないって。うん、いや、全員が甲子園真横寄りだったじゃん。なんで MBS なんて知らないとおかしいでしょ、だって。いや。それは別にね、一般常識でもないじゃん。いや、だって、夕食サラダ食べずにハンバーグだけずーっと2年ぐらい食べてるぐらい偏ってる。それは偏ってない。偏ってない。めっちゃ偏ってる。あの質問たち全然偏ってない。ニキビ出てるよ。問題にニキビが。ニキビ出てる。もうダメ。偏ってる。ニキビを。そういうことね。荒れてますよ。これはもう二人とも応援シートに回ってもらいます。頂上決戦やりましょうか、ぜひとも。いや、俺首、はい、本当におかしい。いや、防衛戦やらしてください、これ。わかりましたよ。いや、いつでも受けて立つっていうチャンピオンのその、どうなの？姿勢でお願いしますよ。チャンピオンですよ、あなた。チャンピオンのままがいいですもん。いや、私ともどものその、返り咲くことはないんですか？そのチャンスはないんですか？これはありません。永久追放の問題なんで。僕は逆に、どっちかのサポーター回って、相手をこう、一生懸命こう、罵倒する、ドエス魂がこう。
だからもうワクワクしてます。ドンキングみたいなことですよ。二人ともプロモーターの、プロモーターなんだから。教えてもらえばいいじゃん。やる気ですけど。え？教えてもらえばいいじゃん。いやそれはないですよ。そこのサポーターじゃないですよ。二人は杖かなんか持ってパシーンパシーンって。それはダメです。ドンキングおかしい。私勝ったのにな。いやだからそれはチャンピオンで どっしり構えましょう。わかりましたよ、うん、それでも私はドンキングとマイクタイソンでしょ。だからそうそうそう、ドンキングとマイクタイソン関係性で、ね、私は絶対勝つ、うん、じゃないとやっぱりね、小島子がかわいさすぎる。あれはもう全くもっとわからん、一文字もわからない問題がザーッと出たらそこ怖いな。ねえそれは嘘だよね。それは嘘だよね。そうか、小島子は全くわからんかったんか。じゃあ俺の問題とか、はい、あの聞こえてもなかったんか、はい、あじゃあ偏ってた な、ね、ごめんな。いやおかしい、みんななんでまこちゃんを勝たせようとするの。ごめんな。いやなので最終決戦やりましょう、うん、これは。そうですよ、せっかくですから、ね、だからだ今誰が喋ってたかも分かってないんでしょ、はい、だって小島子ちゃんねウォール街ねパーンって行ってちょっと金増やしてこいって言ってるのと一緒ですよ。一緒ですからね。わっきゃわかんないですよ、こんな。うん、やったことないんだから。株なんか、ね、みんな防衛戦ということで、チャンピオンどうですか。チャンピオン、チャンピオン受けて立ちます。いや負けませんけど。でしょ、そこがあるんですよ。負けませんけど、だけどこれは偏ってない。あの天竜さんって散ったんですから。だって引退しましたよ、もう。いやおかしいよ、おかしいよ。天竜さんね、4位を抜いたらない、とかさ、偏ってるも何もないからね。本当に4位を抜いたらないってさ、偏ってるもん何もないから。小島子だって全くあれ聞こえてなかったんでしょ。はい、全然届かない。その時ね、あのイヤホンがトラブってって、うん、いやイヤホンつけてませんから。あ、じゃあ俺が言ってたこ、俺が言ってたっていうことすら分かってないってこと。そうそうそう、はい、あ目つぶってたの。はい、あじゃあしょうがないよね。これはもうぜひやりましょう。いいでしょう。はい、いや、いいですか。いいでしょう。いや負けてるからそりゃいいでしょう。受けて立ちますか。もちろん。いや違う、もちろんさ、イーデス・ハンソン、イーデス・ハンソン、イーデス・ハンソン、分かりました。分かってへんやん。それでも私勝ちます。オリビア8世、頑張ろう。じゃあ行きましょうか、頂上決戦 ね、次回やりましょう。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。もうまゆちゃん飽きて、なんか泣いてる、泣きしてる。もうチャンピオンの余裕ですよ、これは。綺麗なので、いや、じゃあということですね、はい、まあ、ぜひ皆さんにね、次の対決を、お楽しみください、ということで、やっぱりやってます。お相手は城島茂と次長課長河本と井上と川北麻衣子と小島真子でした。それではまた来週。さようなら。